おめんたいたい、けんしくんです。今日は6月8日土曜日ですね。もうトレトレの状態で、フレッシュな動画をお届けしているところですけども、今日ですね、高校生の関東大会がございまして、神奈川県は横浜武道館まで行ってまいりました。そして、ただいま帰宅いたしました。ということで、ちょっとね、感想なんかを今日は出していきたいかなと思っております。 そもそもなんで今日関東大会に行ってきたかっていうとですね、これですね。ま、あの、こんな感じで、パンフレットというのはねこんなね、結構分厚いですね、一冊の冊子になってるんですけども、こちらの方に、このようにですね、 報告を出させていただいて、えー、本当にあの、わずかばかりですけれどもですね、ちょっとご支援の方をさせていただきましたというご縁があって、今日見に行ってまいりました。いやー、やっぱ高校生の大会いいですね。こう、若々しさ、フレッシュさっていうのがあって、まあ当然あの、選手の方のね、あの、会場行ったり来たりとか、する感じとか、なんかあの、監督がミーティングしてて、まあ結構、辛辣な雰囲気になってたりとか、 ま、あるいは、あの、保護者とか、あの、応援の、その、生徒の皆さんなんかも、こう、うおさをしながらですね、あっち行ったりこっち行ったりして、応援する。で、こう、わーっとこう、盛り上がるシーンがあったりとかですね、非常にこう、エネルギーを感じるようなところでですね、パワーをもらって帰ってきたというところでございますけれども、まあ、あの、いくつかですね、感じたことっていうのが、まず、運営ですかね、 僕も昨年、見学っていう賞金大会をさせていただいたので、どのような運営体制になってるのかっていうのは結構、興味があって見てきました。一番、印象に残ったっていうところが、やっぱ、観客の入れ替えっていうところとかですね。あと、動線か。 観客、まあ、見学の場合は、少人数でね、お客さんが来てるので、まあ、受付して、まあ、座っていただいて、まあ、あとは自由にしていただくっていう形だったんですけども、もう、あの、会場の観客席に、溢れ返っちゃうぐらい、もう、応援の、えー、生徒さん、保護者さんが、えー、いっぱいいらっしゃっててですね、まあ、これはいいことですよね。すごく活気づいていいことだったです。 で、えー、やはりですね、溢れちゃうっていう都合上、まあ、あおそらくもう最初からそれは想定されてて、入れ替え制を取ってました。えー、どのように入れ替え制かっていうと、えー、前半パートと後半パート、えぇ、ー、まあ、リーグ戦になってですね、関東大会って。で、関東大会の団体戦だったので、えー、3校の、えー、1リーグか。で、えそれがいくつもあって、勝ち抜きで、トーナメントに、えー、翌日行くっていう形なんですけども、 ま、その初日ということで、えー、今やってるチームの応援者が入れるような仕組み。で、えー、次のリーグの人たちは外で並んで待機するみたいな感じでございましたこれがすごい長蛇の列で、えー、もちろんあの、体育館の入り口からこうバーッと来て、えー、駐車場があるんですけども、そちら体育館の駐車場の方にまでですね、えー、列ができて、えー、並んでいたということですかね。で、 えー、今、終わっ、やってる試合が終わったら、その人たちが一回退場して、えー、その並んでた人たちが入ってくるんですけど、当然、ずっと見てらんないんですよね。自分の応援のチームが試合終わって、あ、こっちの次のチーム、ちょっと次のリーグ見たいなと思ってても、一回こう出なきゃいけない、みたいな仕組みだったんですけれども、まあそうやって入れ替えを、えー、やっていました。 で、当然、えー、それを想定して、係員の人とかも外に配置されてて、で、中の人もいたんですけれども、まあもう本当にですね、多分想定以上に人が多くて、まあちょっとさばき切れてないところっていうのも、えー、見えました。で、これはあの、運営が悪いとかじゃなくて、多分あの、次に改善されていく要素だと思うんですけども、えー、最初はこう、 通路が一方通行だったんですけど、まあ、だんだんこう乱れてきてて、で、途中でこっちから一方通行ですよ、みたいな、えー、指示とか張り紙とかしたんですけど、なぜか、えっ、ー、と、数、十分後のアナウンスだと、えー、張り紙はこっちの一方通行になってんだけど、なんかアナウンスはこっちから通ってくださいね、とか。なんかちょっとあの、<laughs> 運営側でもちょっと、 工作しているような状態があったりですとか、えー、会場の都合上ですね、入場する階段の入り口っていうのが一箇所だけで、退場するのが、えー、反対側、もう対角線上のですね、アリーナ。だからここが、えー、試合やってて、この対角線上のところに、えー、入退場それぞれ、えー、観客が入,れ入るところ、出ていくところがなってるので、このぐるぐるですね、この観客席をやっぱり、えー、歩いていかなきゃいけないっていうところで、 えー、通路が狭いので、えー、見てる人と、えー、っと、反対側行きたい人と、ちょっと立ち止まっちゃう人とっていうところで、えー、渋滞が起きてしまってたという状況です。あと、昨日ね、ちょっと暑かったんで、外でね、並んでる人たちっていうのも、えー、結構暑かったし、えー、っと、駐車場が、まあ、地下ではないんだけれども、この、なんていうの、地下みたいな、 コンクリートの壁の駐車場で屋根がついててみたいなところだったんですけど、ここがね、蒸し暑かったんですね。だから、外だったらカラッとしてたんですけど、中はちょっとジメッとしてて、えー、ここがちょっと、えー、長くいるにはきつかったなっていうところでしたかね。はい。まあ僕も当然あの、まあ、スポンサーという形で行ってましたけど、ずっとこう会場に残るということはなく、こう入れ替え性の中で、こうぐるぐるやっぱ見たい試合がいっぱいあったので、 えー、一回退場して、また入場して、っていうことを繰り返してたんですけど、ちょっと思ったより暑かったなっていうところが <laughs> ありました。なんかね、こうシャツとかがちょっとだんだんじわりとしてきて、なんか、ちょっと目立ったらやだなとかっていうのは、えー、思っておりました。まあこれはね、しょうがないですよね。実際にやってみないとわかんないことだったので。まあ次、あの、多分同じ会場でやるとしたら、もっと違う、えー、スムーズなやり方になってると思います。 あとですね、あ、これいいなって思ったところもあって、多分あれかな、数年前からやってるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、実際に見て思ったことなんですけど、えー、各会場、あ、試合場か、試合場のスコアっていうのを、えー、スクリーンに、プロジェクタースクリーンに映して、で、プロジェクター、パソコンと繋いで、えー、スコアをこう入れる係員の方がいらっしゃって、えー、そこのスクリーンに映すと、えー、すごくスコアが見やすいんですね。 えこれがですね、えー、非常にまあシンプルな作りとは言えばそうなんですけど、あのー、どこの試合場で今何、どこ対どこがやってて、あのー、スコアがどうなってるかっていうのがすごい見やすかったので、これはもうめちゃくちゃ良かったですね。はい。それでまああの、防具屋さんなんかもね、出てて、まあ剣道具屋さんって言わなきゃいけないのかな。剣道具屋さんも何店舗か出てって、それぞれあの、特色のあるですね、お店屋さんが出てたので、えー、楽しかったですね。 まあ、特にあの、バントさんとは、ええー、親しくさせていただいているので、少しあの、お話も伺いながらね、ええー、やってきましたと。楽しかったですね。まあ、総合して。まあの、用事があったんでね、最後まで見られなかったんですけれども、うんいくつか強い学校さんも、えー、見させていただいてですね、えー、高校生の改めてレベルの高さとかっていうのもね、えー、感じました。 で、まあ、高校生のレベルの高さといえば、まあ、ね、どうしてもこう、ね、毎年毎年ね、言われるのが、高校生のレベルが下がったとかってね、まあ、僕たちの時の時代からも、上の人から言われてて、まあ、先生から言われたりとか、なんか、OB とかから言われたりして、すごい嫌な思いしてたんですけど、いや、そんなことはなくてですね、毎年毎年あの、剣風が変わってきてる。えー、今で言うと結構、やっぱスポーティーですよね、スピードが、 で、こう、キレがあってね。で、やっぱあのー、避けて避けて、避けの技術もすごいし、で、相手が出るところをね、本当にこう、一瞬でパカッとね、こう、気持ちよく才能ある技で捉えていくっていう面では、まあ僕たちの時代のちょっとガチャガチャしてた、こう、精神的にこう、グワっッとこう、 気合で行けとか、まあ、あるいはパワーでご利用してけみたいなところとは違って、相手と駆け引きがね、できてるっていうところが非常に面白くてレベルが高いっていうふうに感じました。それで、え、まあ、試合についてですね。まあ今少し感想をざっくり話したんですけど、ね、勝てるチームと勝てないチームにちょっと差があるなっていうふうに感じてまして、当然こう、 うちのスピードとか、えー、正確性、まあ、精度みたいなところっていうのは、えー、差はありました。強いチームと、ああ、まあ、リーグ敗退してしまうチームで。まあ、その他に、やっぱ試合のやり方がね、ちょっと分かってないんじゃないかなっていうところがありまして、ね、僕もじゃあ試合のやり方分かってんのかって言ったら、まあ、まだまだ、あのー、ね、上手な人たちに比べると、えー、そんな言える立場じゃないかもしれないっていうのは前提として、 うんなんか自分のですね、やりたいことを一生懸命やってるっていう、なんか技の発表会みたいになってるチームっていうのは、えー、勝つことができてなかったですね。<laughs> うんスピード自慢とか、技自慢とか、えー、自分がこれをやりたいから出していくんだっていう技の出し方してる人たちは勝ってなかったですね。で、当然団体戦ですので、えー、鉄則としては、やっぱ、 負けたらいけないですよね。引き分けが、えー、鉄則です。負けなければ、えー、チームの誰かがですね、一本取ってくれれば、あとはそれを守るだけで勝てると。誰かが一人でも負けてしまえば、逆転するためには、えー、ま一、あ、本負けでしたら、誰かが二本取ればいいんだけれども、一、えー、本負けしたら、やっぱり二人、ね、返さなきゃいけないっていうことも想定していくと、 え簡単に一本って取られちゃいけないと思ってるんですね。えー、それだけど、やっぱり自分がこうやりたいことを出していくから、えー、相手にですね、技を見切られて一本取られる。で、当然取り返すことができないですね。自分勝手な試合をしているだけだと。で、そのままずるずるいって一本負けする。で、当然あの、次のですね、えー、選手も、えー、バ,タバ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 タして、 一本取ることができない。ましてや、もう一本追加されてですね。まあ、二人負けてしまう。まあ、もう二人負けるとだいぶですね、スコア取り返すのは難しい、難しいっていうところが出てきますので、そうやって、じわじわと負けていく。ような、ところも見受けられました。何校かですね、やっぱりそういうところがあってですね。やっぱ競り合っていって、 で、苦しいながらもですね、どこかで相手の弱点を見つけて、一本取っていくっていう展開にしていかないと厳しいんじゃないかなと思いました。正直ですね、スピードはどこも大差ないですね。だから練習にどんなことを重きを置いていくかっていうのは非常に大事だと思いますね。やっぱ勝ってるチームは剣道をしてました。 で、相手と、どうやって対応していくかで、相手のどこを狙っていくかですね。ここを来そうだから、ここを狙うっていう、なんか根拠があるような、まあ、計画性があるような試合展開をしていくんですけど、えー、負けてしまってるチームっていうのは、えー、その場限り、自分がその場瞬間瞬間で見えたところで反応してしまって技を出しているから、取れないですね。 スピードは本当に変わらないんでね。で、パワーもね、正直変わらない。なんか体当たりとかで崩されているチーム、あるいは崩しているチームもあるんですけど、何が違うのかなっていうのは分からなかったです。だから本当稽古内容とかですね。だから、まあ、トレーニングも当然、えー、皆さんやってると思うんですけど、それプラス、こう、相手に、こう、体当たりだったら、どうやって力を加えるのかの、加え方を知ってる選手が相手を崩せてたし、 うんと、スピードをどこで活かすかっていうところが分かってる選手は、例えばですね、あの、技を打った後に抜けを早くするっていうところで、なんかこう、体のキレって見えるじゃないですか。だけどなんか、ただこう、うちの瞬間にフッ、フッってこの速さじゃなくてですね、なんかこのスピードの使い方とか、このスピードの切り替え方とかっていうところが、えー、非常に見栄えがね、えー、強いチームはあったんじゃないかなっていうふうに感じました。まあ、ちょっとあの、ざっくりになっちゃいますけど、そんな印象がありましたね。 まあ、あのー、明日もですね、試合があるということで、勝ち残った選手の皆さんは本当に応援してますし、まあ、この動画ね、出す頃にはちょっと関東大会、あもしかしたらもう終わってるか <laughs>、どうかっていうタイミングだとは思うんですけども、えー、非常に、えー、行ってよかったなという勉強になった一日でございました。えー、まだまだ、あの、これからインターハイ予選残ってる学校さんもあると思いますし、えー、玉流期とか、 夏に向けてね、まだ3年生も、えー、引退になる人もいるだろうし、えー、引退にならない人もね、<laughs> ちょっと <laughs> 頑張っていただいてですね、えー、まだまだ剣道会を盛り上げていっていただけたらと思います。本当にあのー、保護者の皆さんもですね、それから応援の皆さんもですね、えー、本当に暑い中大変かと思うんですけども、えー、これから一緒に頑張っていきましょう。えー、もしですね、えー、なんか、高校剣道の話とかもね、してみたいことがありましたら、 え、コメント欄とかでいただけたらと思います。皆さん、これからも頑張っていきましょうおめんたいたい